マクラーレン MP4 から15は、マクラーレンが2000年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラ1カーである。マクラーレンは1999年中に MP4 から14を分析し、どのように発展させるか検討し、テクニカルディレクターのエイドリアン・ニューウェイが指揮をして進化させたマシンである。MP4 から14は、 リアの不安定さが指摘されており、その神経質な挙動をデビットクルザードは嫌っていた。それを解消するため、MP4 から15ではホイールベースをわずかに長くした。また、MP4 から14で採用された新型ギアボックスはシフトチェンジが早くなってはいたものの、熟成不足だったこともあり、ギアボックスが改良されることになった。 ギアボックスとリアサスペンションの改良は新機軸の排気方法に関係していた。マクラーレンは流行の情報排気ではなく、左右の排気管を中央にまとめ、排気ガスをセンターディフューザー内に流し込むセンターエキゾースと方式を導入した。通常、スロットルの開閉による排気ガス圧の微妙な変動に伴ってダウンホースが大きく変化し、結果的に マシンの挙動がナーバスになるのだが、マクラーレンはエンジンとギアボックスのリファインによって排気ガスの圧力変動を減らすという逆転の発想でこのジレンマの解決を試み、エンジンもパワーアップと軽量化がされている。フロントノーズは先端が高くなり、ステーが長くなった。ステアリングタイロットは1999年の前半と同様にアッパーアームの位置になっている。 また、リアタイヤ前方には、左右それぞれ高さが約 20cm の煙突状のラジエーター、排気用フィンが取り付けられ、リアウィングに向かう気流を乱さないように、その気流と高温の排気を分離する。MP4 から14と変わっていないのは、サイドポンツーンとステアリングホイールぐらいで、それ以外は、すべて新設計されたパーツである。アメリカ GPMP4 から五5カルミカ発起年。 三連覇を狙うミカハッキネンとデビッド・クルサードは5年目のコンビとなり、開幕戦オーストラリア GP に臨んだが、昨年に続いてメカニカルトラブルで両者ともリタイアして、今シーズンも信頼性に不安を抱えたままスタートした。また、同 GP でのスタートの速さについてフェラーリから抗議が出て、第4戦イギリス GP から電子制御系の新ルールが施行され、 メルセデス・ベンツエンジンの燃費悪化につながり、柔軟なピットストップ作戦が取れなくなり、影響が大きかった。一方、フェラーリは、マクラーレンとは違い、明確に、ミハイル・シューマッハをナンバーワン体制にして戦い、第1から2線の速さと信頼性で着実に、勝ち星を上げ、ポイントを積み重ねていた。MP4 から十五は、MP4 から十四よりコントロールしやすくなったため、 クルサードもメカニカルトラブル1回、失格1回以外は乾燥する安定した走りをしたため中盤戦は8期年よりポイント数を上回り一時期シューマッハのライバルと見られていた8期年は第8戦カナダ GP 終了時点でポイントリーダーのシューマッハに最大24ポイント差をつけられていたがシューマッハが第9戦フランス GP をメカニカルトラブルで 第10戦オーストリア GP と第11戦ドイツ GP で接触事故による計算戦連続リタイアをしている間にハッキネ年はクルサードと共にシューマッハとの差を縮めていた第12戦ハンガリー GP 開始時点では1位シューマッハが56ポイント2位クルサードとハッキネ年が54ポイントで同点4位ルーベンスバリチェロが46ポイントとしのぎを 削り合っている状況であった。ハンガリー GP と第13戦ベルギー GP で8期年は連勝し、第14戦イタリア GP でシューマッハが勝利し、8期年が2位。クルザードとバリチェロは接触でリタイアし、タイトル争いは8期年とシューマッハ2人に絞られていた。しかし、第15戦アメリカ GP でシューマッハが勝利し、8期年は痛恨のエンジントラブルでリタイアし、 シューマッハは8機年に8ポイント差をつけて、ポイントリーダーに返り咲いた。残り2戦でこの差が響き、ドライバーズタイトルとコンストラクターズタイトルをフェラーリに奪い取られた。シャーシエンジンダッシュボードイグニッション、オルタネーターコントロールセンサーデータ解析及び、テレメトリーシステムを管理ドライバーズランキング。ありがとうございます。